はい、どうも、一応です。深淵の魔、はい、物理系は全部クリアしました。黒魔法もクリアしまして、残すは召喚と白魔法かな。はい。どっからやっていこうかなということなんですけど、まずは召喚からやっていこうと思います。バハムート会。こちら。これはね、何回かちょっと挑んでは失敗してを繰り返して、ちょっとね、何回目かな、4回目ぐらいの、撮影になります。はい、なので大体ね、ギミックっていうか、まあギミック全てを理解したわけじゃないんだけど、まあこれで力押しでいければいいなっていう構成でちょっと作ってみました。はい、だいぶいいところまでこれでいけるとは思うんだけど、スペシャルスコアはご覧の通り、まあ召喚魔法、召喚オンリーでね、攻めていけば、まあスペースコア自然と満たされるって感じだと思いますが、動きを見てみましょうか。相手の動きね、序盤は数ターン経過するとギガフレアを使ってくる、だから一気に攻め切れと。で、中盤はですね、一応ギガフレアを使用するとフィールドが変化する。フィールドは炎、氷、雷の3種類があり、時間の経過とともに変化していくと。で、フィールドと同じ属性の召喚魔法をバハムート界に使うとエネルギー級が発生する。だから背景が、フィールドの背景が炎だったら炎属性を打てと、氷だったら氷属性を打てってことだよね。そうすればエネルギー級が発生。各属性につき1つずつ合計3つ発生し、フィールドと同じ属性の召喚魔法をバハムートに使うごとに3段階まで成長していく。エネルギー級は1つも発生しない状態でしばらく経過すると即死級の全体魔法攻撃ギガフレアアビスを使ってくるので注意。だからエネルギー級は発生させろってことなんですよね、これ。だからすなわちフィールド、炎のフィールドになったら炎を打てと、氷のフィールドになったら氷を打てっていうことですよな。で、終盤は HP が半分以下になるとギガフレアビスを使うと元の状態に戻り、エネルギー級吸収状態に入る方法法。エネルギー級に攻撃できるようになり、経験するとバハムとかにダメージを与えることができる。このダメージが、なるほどね、成長すればするほど大きくなると。まあ基本的にこの辺は無視して力押しでいければいいなと思ってます。だから中盤まで、はい、ちょっとここうまくやっていければいいなと。このフィールドね、フィールド変化した時に同じ属性を打てるかどうか、即座に打てるかどうかっていうところだと思います。まあおすすめはイフリート、シバラム、この辺使っていきなさいということで、はい、こういうメンバー組んできました。ブラスカメインです。ブラスカは、なんかガチャで、あれ引いたんで、何のガチャか忘れたけど、バースト、召喚バーストの、持ってるんでね。ブラスカメインでいきます。はい、卵食わせてレベル65まで持っていきました。んで、持って、弟子入れてます。主人公弟子ね。こいつはもう、イカタクです。怒りまくって、で、デュースに託す。で、デュースはですね、必殺技2つ持ってるんですけど、超絶と超必殺、プレリュードか、プレリュードと白のセレナーデ。はじめはね、プレリュード打って踏みとどまる状態にして、弟子から託したゲージを白のセレナーデに使うという形。アーシドティナはもうひたすら召喚打ちまくっていくって感じですね。はい、バハムート作りました。バハムート、バルファーレ、マディン、シバラム、イフリート、この辺作りました。マックスまで精錬しないですけど、まあこれでギリいければいいなって感じ。ダメだったら精錬するなり、もう少し構成いじるなり考えていかないといけませんけど、まあこれに関してはもう3回目だから、ダメだったとしてもアップしようかなとは思っております。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと不安だね。できればさ、魔力アップ系の、魔力アップ
ヘイスト系のフレンドさん欲しいっすね。マイティ G とか来ないかな。マイティ G、 これケンタマか。あ、ケンタマだ、ニンタマか。ケンジャノダイ、ちょっと違うな。来ないな、来ないな。モグの守りとか、あ、来た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 。ちょっとマイティ G グレート借りていきます。よし、行こう。ちょっとこれでうまくいってほしいね。何回目、4回目。ちょっとうまくいってほしい。で、1回目、あのフィールド変化、1回目は必ず炎属性なんで、ティナがねイフリート持ってるのかな。だからちょっとティナは待機させるような状態になりますけど、まずここでマイティジー打って、怒り、ちょっと待つか。バルファーレ踏みとどまる入れて、ドラスカはバーストに入る。うまくいってほしいですね、これ。ほんと何回もこう挑戦するのがめんどくさくてね、ソシャゲの配信ってずっと悩んでたんだけど、まあ、それまた楽しみに変えるというか、なんというか。シューティングレイ、これはどのぐらい入るかな。あ、オッケー。よし、いかって。あ、違うな。ブラスカにフリートも出せちゃったか、これ。それっぽいね。じゃあ、ブラスカでフリート入れなきゃダメか。ちょっとミスったな、構成が。まあまあ、いいでしょう。あ、オッケー。よし、マディンでも入れて。バルファーレ、エネルギー級が発生したらちょっとね、強めのあの何だったっけ、召喚使っていこうかなと思ってます。じゃあイフリート、ここまずイフリート入れて、おい、いいっすね。削れてる、十分削れてる。こっちに託す、削れてますよ。これでエネルギー級が発生すると、オッケー。よし、じゃあこっから、いや、まだだ。エネルギー級にもダメージを与えられるようになったらね、これ玉っころにちょっとねダメージ与えられるようになったら、ちょっと強めの召喚使っていこうか。まあ、基本ゴリ押しですよな、これも。おマジか、ドラゴンファング大丈夫。オッケー。ギガフレア、マジか。ここで即時回復入れる。はいはい、これでダメージ与えられるようになったと思うけど、あ、だよね。すぐ回復。まだ踏みとどまるは残ってる。大丈夫だよね。こっからあとあのドンキだろう、あの残りの HP もうゴリ押しで削り切れりゃいいなと思ってるけど、どうでしょうかね、いけるかな。えい、あ、いいっすね。いいっすよ。危ないな。はい、タックス。マディン。いいじゃないの。いいダメージじゃないの。押せ。押し切りたいね、これ。うわー、きつい。どうする、もう一回即入れるか、これ。いや、踏みとどまるがあるから即はやめとくか。オッケー、こういうことか。ダメージ与えたと。押し切れるんじゃね、これ。このままこれで
これで HP 削れば、あ、オッケー、いけたな。割と楽にいけたわ。オッケーオッケーオッケー。はい、こんな感じです。ゴリ押しです。かなりギミック、まあ一応ギミックは利用できたっちゃ利用できたのかな。いやでもここに至るまで結構大変でしたからね。はい、3回もちょっと失敗したんで、まあ今回はさすがにちょっと仕掛けっていうのがある程度こう目に見えてたというか、3回も挑戦したんでね。はい、まあでもクリアできてよかったです。 OK、 よし。じゃあ次は流れ的にバリガルに行こうかなと思ってますけど、ここはどういう何が違うんだろうかね。ちょっと一回説明を見てみましょうか。アンラックズ、黄色を出現させた。なんかめんどくさそう。召喚魔法以外に攻撃を受ける。あ、はいはい、序盤トライディザスタービスが出現。カウントダウンがスタート。ゼロになる前に撃破し、超強力なトライ、ああなるほどね、トライディザスター、ザスターアビス、下噛みそうな。一回撃破するとバリアを、なるほど、属性揃えていかなきゃいけないんだ。水属性、ちょっと待って、星さんの召喚魔法に水属性ってねえぞ。確かあったかな。ね、なかっ、いや、あったかな。水属性作らなきゃいけねえんだ。星4のリバイアさんとか。ああ、これでバリアを剥がして攻撃しろってこと。2枚のバリアを解除する。バリアと同じ色のアンラックズが、だから黄色のバリア、水属性、あ、やっぱ水必須だこれね。黄色のアンラックズを出せっていうことでしょう。スペースコーで黄色、同じ、属性、色で属性があるわけだから、赤、青、黄色で同じ、その同じ属性をぶつけるとバリアが解除される。解除されればアンラックズが登場すると。それを、黄色を出せってことだから、水は絶対必須ってこと、ほとんど必須ってことだよね。ちょっとめんどくさいな。ちょっとアビリティのとこ見に行ってみましょうか。召喚魔法、水属性って、シルドラは雷か、リバイアさん、リバイアしかないよな。この辺は無属性か。みんな無属性だよな。この属性、無属性。あー、リバイアさん必須だな、これ。じゃあ今作っとくか。やべー、召喚のオーブが全然足りない。くっそ。変換しようか。これはダメ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 。どうしたらいいんだ。こうか。このぐらい使ってやる。よし。で、精錬。リバイア。あー、もう一回行きたいね、これ。もう一回。あと10個ほど。あと10個ほど。OK。これでいいんじゃない？そして、精錬しますけど。こうか。
よしよしよし。4回打てれば、まあ、大丈夫そうだと思うけどね。よし。じゃあ今回はここまでにしておいて、次回じゃあ、なんだっけ、バリガル。挑んでみたいと思います。うまくいってくれりゃいいけどな。はい、じゃあそんなこんなで今回はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。